おはようございます。 VOJ です。今日は、5月2日ですね。今、どこだここは飯能サイバーバイパスなんですけど、飯能市ですね多分ね。はい、今日はね、いつも行ってる、竹川岳に登りたいと思います。あ、いつも武甲山登るときもね、行った一の鳥居までスーパーカブで行きます。お天気は曇ってますが、まあ、9時ぐらいから晴れる予定なんで大丈夫でしょう。昨日おとといも休みだったんですけどね、もうお天気悪くて今日しか山に行けません。まだ結構ね気温は低いですね。今日はだいぶ気温が低めです。さあ、江戸川入り口です。上がります。さあ、ガスでもすね、なんかね荒れるのかな、本当に。呼吸がいるから、いっぱいかな。着いた。いいでしょう。到着。はい、準備ができました。じゃあ出発。いやー、やっぱ車いっぱいですね。平日ですけど、やっぱゴールデンウィークですね。まあ大体の方は武甲山行くと思うんですけどね。まあでもこっちもね、竹川だけほぼ最短ルートなんで、まあ多少こっち来るでしょうけど、やっぱ明るくなってきたな。大丈夫そうですね。はい、こっから登山道だ。竹川岳はね、一の鳥居からのコースタイムは1時間半ぐらいなんでね、まあ手頃っちゃ手頃ですけど、まあそれなりにハイカーが来てもね、あそこの山頂広いんで、無線の運用は全く問題ないですね。あ、水場ですね。新緑って感じの綺麗な緑、いいね。はい、つま坂峠です。はあ、つけた。833m。 だいぶ青空が出てきましたね。よかった。はい、竹ヶ岳右です。さあ行きましょう。お、これより先岩場数箇所あり、要注意。岩場あったっけな、あんま記憶がないな。お、眺望が出てきました。 Good。 岩場っちゃ岩場か。まあ急登です。すんごい急なんですね、ここね。転げ落ちそう。こんな急坂だと、雪があるとちょっとね、怖いですね。いや、いい天気になってきた。これ暑そうだ。山頂が見えてきました。はい、
到着です。着いた。さあ無線をやりましょう。だいたいいつもの場所あたりがいいかな。おお、この辺良さそうですね。準備します。今ね、逆部位のダイポール貼ってるんですけど、貼ったんですけど、14メガやろうと思ったらね、7メガのワイヤー持ってきちゃいました。これね、ケーブルキャッチャーね、3.4 メーターなんですよ。ちょっと高さが足りない。でも120度ぐらいになってるかな。とりあえずね、7メガ、しょうがないから7メガやってみます。14メガのワイヤー持ってきたと思ったら、7メガでしたね。間違えました。やっぱり高さが足りないからもう落ちないですね。 SWR1.5 まあいいでしょう。これでやるか。はい、周波数をお借りいたしますね。 CQ40m ハロー CQ40m。 こちらはジュリエットエコー1、ビクターユニフォームジュリエットポータブル1、 JE1VUJ ポータブル1、埼玉県秩父郡横瀬町竹川岳山頂の移動です。 1052m 山頂の移動です。ソタ山岳アワードは JAST008 埼玉の008番です。ご入環境ございましたらコールください。こちらはジュリエットエコー1、ビクターユニフォームジュリエットポータブル1受信します。ご入環境ございましたらコールください。こちらはジュリエットエコー1、ビクターユニフォームジュリエットポータブル1受信します。ご入管ステーションございましたらコールください。ご入管ステーションございましたらコールください。こちらはジュリエットエコー1、ビクターユニフォームジュリエットポータブル1受信します。ダメっすね。15本ぐらい CQ 出したけど呼ばれないんで、まあソーターウォッチアップできないんでね、スマホ入らないんで。はい、6メーターのねダイポールに変えました。どうかな。あ、ノイズが多いな今日は。はい、周波数をお借りいたしますね。ハロー、CQ6m、CQ6m。こちらはジュリエットエコー1、ビクターユニフォームジュリエットポータブル1、埼玉県秩父郡横瀬町、竹川岳山頂の移動です。ご入環境ございましたらコールください。こちらはジュリエットエコー1、ビクターユニフォームジュリエットポータブル1受信します。ジュリエットホテル1。コールありがとうございます。レポート次回お送りしますね。57577で、KTA 東京小平市、今回4回目ですけども、また小山の方で、移動ということで、ご苦労様です。こちらからはね5555をお送りしますね。はい、過去ね3回ね係争いただいたのでありがとうございますね。はい、今日はね、昨日とてもよく天気良くなったかったんですけど、今日はね比較的ねいいお天気になってきましたね。なんとなくね、はい、だいぶ山頂は涼しいですけどね。はい、そんな状況でございます。はい、こちらはジュリエットシアラー1、 You are 55東京北区の、紹介します。どうぞ。北区からね55ありがとうございますね。こちらからね5757ね、秩父郡横瀬町竹ヶ岳山頂からねお送りしますね。いつもありがとうございますね。7November2、 レポート次回お送りしますね。旧鉄地は栃木県鹿沼です。1505栃木県鹿沼、こちらから市側ね、55 55ですね、55です。こちらからね5858お送りしますね。トゥレットアルファ6オスカータンゴチャーリーポータブル1。はい、J6OTC ポータブル1ですね。はい、コールありがとうございます。あれ6メーター初めてかな。こちら J1VUJ ポータブル1です。レポート次回お送りしますね。どうぞ。はい、了解しました。J1VUJ ポータブル1、こちらは J6OTC ポータブル1です。はい、おはようございます。いつも更新させていただきましてありがとうございます。6メートル初めてですかね。はい、非常に嬉しく思っております。ここ最近ちょっと50の方ですね、楽しんでおりまして、はい、ちょっとモビルホイップなんですけどもね、すいません、あまり、強くはないと思いますが、よろしくお願いいたします。
こちらからは5353ですね。5353でノイズもなく大変クリアにいただいております。はい、中野からね、5353ありがとうございますね。はい、こちらからね、5959お送りしますね。はい、非常に強いですね、やっぱね。50メガの方も面白いですよね。まだあの e4 にはですね、今シーズン巡り合えていないんですけども、なんか意外にこの付近でね CQ 出されてる方多くてですね、はい、ここ最近は楽しんでおります。ブラボーヤンキーウィスキーポータブルワン、どうぞ。レポートね、次回お送りしますね。おはようございます、どうぞ。JG1VUJ ポータブルワン、 JG1BYW ポータブルワンです。引っかかりありがとうございます。加藤さん、了解いたしました。予約になる51です。51で、移動先のが栃木県日光市になります。栃木県日光市になります。はい、日光市からね、51ありがとうございますね。はい、こちらね、横瀬町のね、竹川岳からね、レポート5555お送りしますね。ポータブル7の局長さん、お待ちでしたらどうぞ。ジュリエット、こんばんは。ポータブル7です。レポート次回お送りしますね。よろしくどうぞ。こちらから5252、福島県石川郡石川町、福島県石川郡石川町、5252が入ってます。約4年ぶりになりますね。石川町から52ありがとうございますね。こちらから54お送りしますね。はい、ありがとうございますね。カードこちらからもね、JAL お送りしておきますね。11番東京立川です。こちらから5959お送りします。アンテナは東京立川から筑波山の方向向いてるんですけどね、関係なく行力に入ってます。立川から合計ありがとうございますね。こちらもね、合計59ですね。はい、今日はね、久しぶりかな、なんか1ヶ月ぶりぐらいに山来て、まあね、最近山ね、月に2回も3回も最近山来れないんですけどね、はい、久しぶりに山ね来てやってました。ありがとうございました。また聞こえてましたらご連絡させてください。さよなら。はい、ありがとうございました。はい、6メーターね、14曲、計測できましたね。結構呼ばれましたね。はい。ソータウォッチスポットできてないんですけどね、結構呼ばれました。これから2メーターね、準備します。はい、周波数をお借りいたしますね。ハロー CQ2 メーター、CQ2 メーター。こちらはジュリエットエコー1、ビクターユニフォームジュリエット、ポータブル1。埼玉県秩父郡横瀬町、竹川岳山頂の移動です。ソータ山岳アワードは JAST008、埼玉の008番です。ご入会ございましたらコールください。ジュリエットアルファ1ブラボージュリエット単語。はい、J1BJT 局、はい、ありがとうございます。1回目の CQ で見つけていただきましてありがとうございます。こちら J1VUJ ポータブル1、レポート次回お送りしますね。よろしくどうぞ。J1VUJ ポータブル1、こちらは J1BJT です。加藤さん、どうもありがとうございます。ですね、こちらから5757です。世田谷女子バスです、どうぞ。はい、世田谷から、ね、5757ありがとうございます。こちらからね、5858お送りしますね。50メガの方は聞いてたんですけども、ちょっとうちから呼べそうもない感じだったんでね、2メーター来るかなと思って、2メーターでね、大体この辺りの周波数だろうと思ってずっとワッチしてたんですけども、はい、お声が聞こえてきたんでね、お呼びしました。AVM 局からの垂れ込み情報をですね、X、Twitter の方で見まして、今日ね、運用されてるんだろうなということでね、貼ってました。そんな感じです。セブン、ケンタッキー1、ポータブル1、コーリングよ。レポートは5858です。よろしくどうぞ。シグナル5959で入っております。こちらは群馬県の大浦郡の千代田町、大浦郡の千代田町の方に59でございます。JR1。はい、59です、どうぞ。こんにちは。いつもね、ありがとうございます。59、こちらからもね、非常に強力ですね、59。アンテナいっぱい上げてるようでね、大変です。はい、あれ、ソータウォッチってどなたかアップしたされてましたか、どうぞ。J1BJT 局か、ちょっとよく目が悪いんでよく見えないですけど、アップされております。はい、あ、了解ですね。 BJT さんアップされてきたくれたんですね。いや、ここね、スマホ電波入らなくてアップできなくてどうしようかと思ったんですけどね。あ、よかったです、ありがとうございました。またお願いします。73、はい、MM 局がね、なんか
X に入れてたんでね、どっか出るかなと思ってたんですけど尽くさず来ました。はい、ありがとうございました。お気をつけて。73はい、号泣です。どうぞ。埼玉熊谷です。いつもありがとうございます。号泣プラスで入ってます。操作の移動運用ご苦労様です。はい、号泣ありがとうございますね。こちらもね、号泣プラスで強力に入ってますね。はい、またね、1ヶ月ぶりぐらいにね、山来てたんですけどね、最近どうもね、忙しくてですね、まだ山来れなくて、あのね、行こうと思ってもね、天気が悪かったりするんでね、はい、なかなかね、あの運用最近少ないですけどね。はい、ありがとうございますね。またお願いします。セブンティスリー。ありがとうございました。はい、スーメータ SSB ね、急遽ね、呼んでいただきましたね。はい、ありがとうございました。はい、撤収しました。お、また晴れてきた。じゃあ、下山します。いやー、今日はね、いろいろ失敗しましたね。はい。逆V でね、14メガのワイヤーだと思ったら、7メガのワイヤー持ってきてましたね。まあ、7メガでも一応、晴れましたけどね、給電点が低いんで、SWR が高めでしたけど、まあ、どっちみち7メガはダメでしたね。そしてね、多分どっちみち14メガも多分ダメでしたね。スマホが入らなくて、もうスポットできないんだよね。告知できないんで、HF が厳しかったですね、もともとね、多分。で、ね、あとね、折りたたみ椅子をね、忘れたんですよ。まあ、一応座布団があるんで、まあね、地べたっていうかね、そのまま座ってやりましたけど。まあ、そうたまってスポットはできなかったですけど、6メーターはね、結構、すごい呼ばれましたね。あー、ゴールデンウィークだからだと思うんですけどね。いや、一応平日ですけど。でね、詰めて SSB もね、まあそこそこ呼ばれて。はい、6メーターではね、タクテレさんに、ね、呼んでいただきましたね。6メーターで呼ばれると思わなかったからびっくりしましたね。ツメーターではね、BJT さんね、呼んでいただいてね。ツメーターの方はね、あの、ソータウォッチに BJT さんスポットしていただいてるのでね、その後ね、あの、ソータの常連の方ね、チェイサーの方にたくさん呼んでいただきました。ありがとうございました。はい、つま坂峠。結局4月は山に1回しか行けませんでしたけど、5月もね、もうひょっとしたら山行けないかもしれないな。行けるとしたら本当に5月末かな。5月の月末に2連休があるんで、そこでどっか行きたいけど、キャンプもしたいんだよな。まあ、そのね、いや、登れる山が近くにあるキャンプ場を選んで、キャンプ&無線もまたやりたいですね。沢が出てきた。もう少しだ。林道まで下ってきました。ああ、戻ってきた。さあ、ちょっと証明して準備して帰ります。電波が入らん。いやー、ここから登るとね、竹川岳はお手軽ですね。飯能の名護から登ると結構大変なんですよね。今回は埼玉県秩父郡横瀬町竹川岳に登ってね、7メガはダメでしたけど、6メーター数メーター SSB 利用しました。ありがとうございました。